山寺です。今ですね、阪神電車の久伊勢駅に来ました。尼崎からね、ちょっと2駅ほど移動しまして久伊勢に来てます。今度ね、この久伊勢の、立ち飲みに行ってみたいと思います。久伊勢本町商店街、ここをね、歩いたところにですね、磯川というね、立ち飲みがあるそうなんですよ。これがね、またねリーズナブルでね、めちゃくちゃいいらしいですわ。ちょっとね、今ね、磯川まで歩いてるとこです。まだもうちょっと先なんですけどね、とりあえず、歩き続けま す、磯川さんに、行きますよ。まさかね、こんな路地というかね、こういうとこにあると思いませんでしたね。とりあえずですね、磯川さんに入ってみたいと思います。まずはですね、随所、黒糖酒ですね、これをいただきたいと思います。なんかフルーティーな焼酎、これ黒糖酒はね、フルーティーなんですよ。安いですね、メニューがね。今ね、磯川さんに来てるんですけどね、すごいフルーティーな、最高。ここはね、すごくね、当てがね、安いですよ。すごい安くてですね、これは驚く値段ですよね。すごい、もう私はね、刺身の6種盛りとね、当ての5種盛りっていうのを頼みました。安いですよ、おまかせ鍋でも360円って、すごいね。あと定番ね、これもありがとうございます。定番メニューっていうのもね、すごい安い、だし巻きが200円とかね、最高ですわ。どういうものが出てくるのかね、刺身盛り合わせとね、あて5種盛り楽しみです。これはですね、サービスでいただきました。なんかね、注文してからね、ちょっと時間かかるっていうことでね、ごめんなさい的な感じでサービスで出てくるというなんかものらしいです。豆腐かな、きっと。ちょっといただいてみますね。これは本当に豆腐なんですけど、ごま油とポン酢がかかった冷ややっこ的な感じで、このね、ごま油がアクセントになって美味しいですね。韓国風でもなくね、なんかごま油がアクセントになって、とりあえず美味しい冷ややっこです。これにまた合うと思います。フルーティーな飲み口のね、黒糖酒ですよ。黒糖酒が美味しいんですよ。もうね、最高です本当に。ホタルイカの、ね、一夜干しの炙りです。まあ一個ね、全然いいですよ。友達が一個食べたんですけどね、私もちょっと食べてみたいと思います。ほろ苦い、ほろ苦い、内臓がいい、味噌の、肝、ちょっといただきますよ。いただきます。ありがとうございます。お疲れ様です。どうもありがとうございます。すみません、お疲れ様です。ありがとうございます。うまい。京都から駆けつけてくれました。そんな、私も出身京都です。あ、そうなんですか。そうですよ、僕はでも出身は大阪なんで住んでるとこは京都なんですけどね。京都のどこら辺住んでるの。おいしい、おいしい。何これ。これはね、黒糖酒なの。黒糖酒、黒糖酒ってなんかフルーティーやもんね。里のあけぼののところの、はいはい、もともとこれ一升瓶で作ったはったんやけど、はい、人気なかったのかなくなって美味しいのにな、これ私が好きやからずっと入れてる。なんかあれ、レントとか酒の、里のあけぼのとかいう味、こんな感じです。全部なんかフルーティーな。だいぶ前に来た時に言うたら、美味しい、飲んでもったよって言われたら思い出しました。黒糖酒美味しいです。それはあるかもしれない、いいっすね。いや、そんなお酒好きなんですか。いやって言って、家では一滴も飲まない。あ、僕と一緒ですよ。僕も家では一滴も飲まないですよ。家ではお茶。僕も家ではやっぱウーロン茶とかね、麦茶とかです。僕も家では一切飲まないですよ、お茶は晩酌してはるけど。だから僕もね、結構ね、毎日飲んでるように思われがちだけど、実は飲んでないんですよ。毎日飲んだ体更新はしてますけど、毎日飲んだら体言わしますからね。でもブログも毎日更新、水曜日休んでる。ああ、休みはお休み。まあそういう休みはね、儲けた方がいいと思います。もういや、もう毎日ブロック書くのもうちょっと。ここで早い時間空いてるから。そう、あそこ早い時間から空いてるから。毎年決めてんねんな、
恵比寿さん行って、うまい、うん、おむくわけで下山さんと、あー、なるほど、で、J 山の沢さんっていう出汁の屋さんと、はい、両方回ってっていうのが毎年、はい、あ、もう恒例になってるみたいな、出汁の中で恒例になってて、おふくわけおふくわけ、なるほど、単に飲みたいだけみたいな、まあ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 、それはね、それはカッコつけてまあまあまあ、それはそれでね、うまい、刺身のね、6種盛り来ました。これ美味しそう、新鮮な、もうね、刺身もう分かりますよね、これ絶対美味しいやつですよ、うん、とりあえずね、いただきたいと思います。まずはマグロからいきたいと思います。これもう絶対美味しいでしょ、これ、このマグロ脳天、これね、脳天気、いや、これマグロ、普通のマグロって言ったでしょ、ちょっとね、いただきます。これは絶対うまいですよ、いただきます。うまっ、めっちゃ美味しいわ、これ、うん、なんか口の中でね、口の中でとろけるようなマグロ、このね、なんていうのかな、もうちょっとトロに近いですね、美味しいマグロですわ、これはいいですね、うん、赤シエビ、赤シエビは、赤シエビですか、あ、赤シエビもあるよね、これ赤シエビ、ちょっと食べましょうかね、私もね、ちょっと頭だけ取って、どうしたらいいかな、頭はちょっとつけといた方がいいかな、ちょっと、ね、赤シエビをいただきたいと思います。何言ってるか分からないけど、自分でもね、赤シエビが赤シエビいただきます、ありがとうございます、うまい、うまい、次はですね、ブリ、天然のブリ、これをいただきたいと思います。疲れてやめた、うまっ、これ湯引きの、はい、ね、皮がすごい、うん、美味しいわ、これ、あの油が結構乗ってね、うまい、これすごいですよね、うん、あのカオスさんは言ってますけどね、あれ軽くね、いや、それ言ってはるからですよ、結構言ってあります、あの、僕は言ってませんけどね、食べますわ、ちょっと待ってください、うん、同じもおかわりいただけますか、はい、すいません、一緒にお願いします、はい、私の連れがあの2杯目、やっぱり、ね、実はあのタイ羊で、ね、全部、次はタイ、うまいですかこれ、うまいでしょうね、これはやっぱり醤油ですか、タイは醤油、ちょっとこうわさびね、いただきます、ちょっと皮を湯引きしてやるから、うん、軽くね、ほんまに美味しいわ、うん、いいですね、ここなんか穏やかな感じでゆっくり飲めますね、美味しい、ほんでやっぱりこうへんねんな、本当ですね、これはうまいわ、何やろ、もうめちゃめちゃ美味しい、これはね、ちょっとあの、コメント言わないと、言ってください、どうぞ、兄弟ってこんなにも人間、なんか入ってもんね、このお茶よりはないやろか、うん、いらっしゃい、どうですか、この清楚さは、なんかさよりちゃんじゃない、お、何言いたい、講師が回ってるから、石川さよりちゃんやな、あー、なるほど、はい、入ってますよ、声はね、ほんまかい、いや、ほんまかい入ってますよ、動いてますからね、らしいですよ、キビナゴのですね、オイルサーディン来ました、これ手作り、手作りらしいですよ、絶対美味しいでしょ、これ間違いないですよ、いただきます、うん、こうしよう、美味しいからも、まあ、うん、こんなにエクスタシーやね、何を言うてるか分からないけど、美味しい、美味しい、あの塩加減が良くて、うん、これお酒が進むやつです、お酒が進むやつです、すいません、おかわりを、はい、ほんまに、あての五種盛りが来ました、マグロのたたきを、生子、生子、生子と、生子と、
ずっとさんイカのワタニということで、なんかいろいろ海鮮物の5種が来ました。まずこちらへしこ、いただきます。間違われるって取られんで、ま、何と間違われるとは言わへんけど、美味しいわ。へしこ美味しい。茹でられたら、うん、はい、どうぞ。そこに間違えられたらいい方かな。いや、ケタ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 って笑ってね。すいません、明石市民です。そう、明石市民。あ、そうですか。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。何を生で、はい、いかやな、これね、いか、うん、いか、うん、うまい。それはな、スルペイペイ、この前したやんか、うん、多分なんか戻ってきてんの。最高、10万円やろ。ナマコいただきます。うまそうな、ナマコずっと言ってもらった。柔らかい、柔らかいですか。いただきます。中行こう。おいしいね。うまー、まあまあ、ナマコでやけど、めっちゃ柔らかくて、うん、うん、うん、はい、美味しい。これは海鮮のほんまにいいですね。魚介類がね、魚介類がいいですね。まあ、人気ですわ、それは当然人気はな、たくさんいっぱいですよ今。だし巻きですけどね、これ美味しそう。いただきます。うどん、あ、うまっ。どうやから、うん、安い。焼酎何で行きましょう。これご飯、ご飯欲しいな。うまいね、うまい。これね、ご飯欲しくなる、ほんまに。お酒もいいけど、ご飯ね。耳おかしな、耳どうなってるの。ちびらに言われるもん、テレビの音が。うん、めっちゃ美味しい。これの方がちょっとボリュームが高いみたいな。やるじゃん。やってるね。座ってる。大満足ですわ。ごちそうさまでした。今ですね、食いせの方の、磯川さんに行ってきました。もうね、海鮮ものとにかく美味しくて安くて最高でした。はい、ということで私はもうこれでね、満足しましたので帰ります。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それですね、いつも皆さん見ていただいて本当にありがとうございます。お疲れ様でした。では